お、釣れました。でかい。クロダイ。クロダイが出ました。よいしょ。あ、オッケー。おお、重い。重い。重いクロダイ。すごい大きい。来ましたね。ルアーで来ました。これはペンシルベイト？これはね、ベビーシャット。ベビーシャット。クロダイです。もう軽く40オーバー。浅間爪で来ました。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、前回ハゼをですね、素揚げしましてね、食べました。調理して食べました。今回ですね、こちら見てください。友人が釣ったですね、ルアーで釣りました。ルアーで釣ったクロダイです。大きいですね。長さいくつでしたっけ。43センチ。43センチのクロダイです。これをですね、さばいていきたいと思います。包丁をですね、持ってないもんですから、こういったですね、便利グッズをですね、こういう風に感じで刃が立つかな、立たないかな。とりあえずですね、鱗を取っていきたいと思います。鱗がですね、こうやって、お、これはちょっとついな、すごいきつい。鱗を取るのがちょっと大変。うわ、思うように鱗が取れませんね。すごいな、これ硬い。鱗がめっちゃ硬い。うん、こんな硬いもんかな。こんな硬いもんでしょうか。引っかからないぐらい太いです。太い、だから硬い。私の容量が悪すぎですね。まあ、ようやくですね、カリカリになってきましたね。これをですね、両面やっていきたいと思います。本当はですね、ここからハサミ入れるんですけど、ハサミで包丁入れるんですけども、包丁持ってないので、包丁持ってないのでキッチンバサミでですね、ジョリジョリ切ってきますね。よいしょ。結構ですね、これだけ大きいクロダイですね、なかなか切れないなんていうのはありますけども、もうその辺はですね、ジョキ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 と力任せにですね、切っておき、背骨も切ってあって、はっ、切っちゃってですね、この反対側もよいしょ、こう落としてですね、よいしょ。気をつけてくださいね、これね、これで刺されてですね、血が出ちゃいますね。はい、でこれをですね、ジョキ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 、エラのところを逃がすようにしてですね、ジョキ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 と切っちゃいます。よいしょよいしょ。
おお、すごい、肝が出てきた。内臓が出てきました。大胆でしょ。このぐらいね、大胆でいいと思います。ほらほらほら、見てください。ほんと内臓がね、出てきましたね。ああ、これですね、あのよく調理されてる方はですね、この胃の中をですね、ちょっときあの開いてですね、何をこのクロダイはですね、何を食べてたかった、そういうことを研究してですね、次の釣果につなげるとかね、そういう方もね、見えますんで、こうですね、ふわっと、こんな感じで、見えますかね。ジョリ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 。ジョリジョリジョリ。こんな感じですね。内臓がどんどん出てきます。ね。いきますね。こんな感じですね。内臓を取ってきます。どうですか、これ。すごいですね。ね、ちょっとこう、ヒレの部分ですね。こんな感じですね。お頭が出来上がりました。こんな感じです。はい。どうですか？豪快でしょ？ね。これですね、3枚におろすと、綺麗にですね、食べれる。ね。いいのが出てる。ほら。ここね、内臓。ね。出てきますね。こんな感じになってるんですよね。ね。芋が。まあ、ちょっとですね、雑ですけど、まあ、キッチンバサミ一つあればですね、大体の魚はですね、まあ、形としてですね、なんとかなりますね。こんな感じで内臓を取ってですね、取れたら、次は、よいしょ。取りましたね。3枚ですから、まず背。こんな感じ。包丁だとですね、まあ、もうちょっとスムーズにいくと思いますけどね。ハサミでもなんとかですね、形状にはなります。ちょっとめくりながら、骨がですね、結構硬いです。もうあの調理人の方はですね、僕のこの動作見てるともう危なっかしくてしょうがないかなと思われますけども、と思います。はい。その通りです。なので結構加減してやってみます。こんな感じですね。ちょっとこう。こんな感じです。どうですか？ね。こういうとこもね、いらないところどんどんちょく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 。骨もありますしね。ちっちゃい骨ありますんでね。まあ、タイをですね、熟知されてる方は、あの骨もね、そこのところでうまくこう取ってしまえると思います。ブレードなんか、これ肉だけ取って見てみれば刺身かなんかで、ね、いただけそうですよね。これが美味しいんですよ。本当にプリプリしててですね、美味しいんです。どうでしょうか。よいしょ。これで1枚です。で、裏返して、また同じようにですね。ジョキジョキジョキと。もう、ちょっと、もったいないぐらいの、さばき方になりますけど、背びれの方ですね。背びれの方を向かって、ジョキ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 と切ってきます。
釣り場でですね、こんなことやってる人ほとんどいないと思いますけど、まあこれはこれでですね、楽しいです。まあ家でね、さばいてもいいですけども、やっぱりこの青空の下でですね、あのアウトドア感覚でですね、さばいてるのもですね、いいかと思います。もう大雑把ですけどね、まあうまいところちょっと逃がしちゃったかな。身がプリプリしてるところ逃がしちゃったかな。どうですか、これで2枚目、よいしょ。であとまあこの部分ですね、この部分はですね、もう骨がもう思いっきりついてます、思いっきりついてますんで、骨をですね、まあこの辺のですね、もう取っちゃえればいいんですけどね、もうこの辺でやめときます。やっぱ素人ですんで、これ以上手を出さないようにします。とりあえず2枚下ろしましたんで、よいしょ、感じかな。結構ね、骨がねありますんでね、骨ついてますね。よっしゃ、ちょっとこう、ちょっとですね、ちょっとどかして、どかさせていただきますね。よいしょ、うわ、血だらけ、結構血だらけ、猫灰だらけって言ってね、あのトラさんがよく言ってましたね。釣りバカ日誌とかですね、あの見てると本当にですね、あの釣りをね楽しんでる、そういうシチュエーションでですね、あの微笑ましい限りですけど、なかなかですね、そんなタマちゃんみたいなですね、あの暮らしはできないので、とりあえずですね、今回は私流として、マイク流としてですね、一応こういう形でですね、3枚に下ろしました。3枚、まあ、2枚に下ろしました。本当は3枚なんですけど、ここまでですね、あのビデオがないもんですから。で、これをですね、真水でちょっと洗いたいと思います。水持ってきましたので、真水をですね、にあります。ちょっと動画じゃ見えませんけど、これですね、このまま水をですね、水かけてですね、ちょっと洗い流します。ほら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 、よいしょ、ちょっと水をねかけておいて、ちょっと洗いますね。血のりがすごいですね、ほんと。ついてました。こんな感じでですね、よいしょ、ちょっとですね、あのキッチンペーパーで水気を取ります。水気を取ったら置いときます。そうですね、もう水気を持って取って、さっきまでね泳いでましたからね、プリップリですよ、本当に。見てください、これ、はい、ゴムシリコンゴムのようなですね、この弾力。これね、魚屋さんの肉、あの魚屋さんでこうやってやってもらってるんですけども、時すでに遅しって感じですね。ここまでねプリプリしたのはなかなか見られない、本当にプリプリしてる。で、それでですね、あとはですね、
100均のですね、もち焼きってですね、もち焼きっていうか、もう魚焼き、魚も焼ける、もちも焼けるっていう、そういう、わー、まぶしい、まぶしい、まぶしい、そういったのですね、また焼いていきたいと思います。風が出てきましたんで、ちょっと風防をですね、つけさせていただきます。こっちがこうやって見えるかな。ちょっと風が出てきましたね。じゃあ、オッケーオッケー。火がつきました。火がつきましたので、これも粉かけようかな。どうしようかな。あれ、粉がどっか行っちゃった。こっちだ。粉かけようかな。ああ、もうすでにですね、ちょっと粉かけますね。こんなもんでいいかな。これね、必ずじゃないんですけど、もう僕はこっちの鱗の方から焼いてきます。どっちでもいいと思いますよ。うわー、いい匂い、磯のね、いい匂いがするんですよ。これ皆さんにもですね、嗅いでいただきたいぐらいですね。煙出てますでしょ。これいい匂いしますよ。これ魚で鱗から焼いてくるとですね、この肉、表側の肉、こう出てる肉のところが盛り上がってくるんですね。やっぱこう反ってくるんですかね、魚がね、熱を帯びてですね。もう刺身でもいいと思いますけど、私はちょっと刺身をさばけるほどの技量がないので、もう単純に焼いて食べる、それから揚げて食べる、そんな感じでしかですね、調理ができません。うわ、いい感じ。本当はですね、グリル使うといいですね。両面焼きできますからね。これちょっとね、ひっくり返しますね。どうですか、これ。この白身の分厚さ。たまりませんね、これね。もう、魚の匂い。その匂いが大好きって好きな方はですね、もうたまらないと思いますよ。すぐそこで釣れた魚ですからね、産地直送ですよね。こんな感じですね。焼きます。はい、このようにですね、クロダイのですね、焼き物が出来上がりました。いかがでしょうか。それですね、友人ですね、ちょっと試食をしてもらいます。虫が来た。それではどうぞ。じゃあ僕がこういう風で、はい、プリプリでしょう。どうでしょうか。うめえです、うん、美味しいですか、うん、ありがとうございます。こんな感じですね。皆さんもですね、ぜひこういって釣り場でですね、ちょっとしたですね、こういう料理が楽しめると釣りもですね、またうまくですね、なんていうんですか、満足度の高いですね、釣りができると思います。いかがだったでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方もですね、お願いしていただければですね、嬉しく思います。それでは失礼いたします。マイクでした。また会いましょう。マイクでした。
て。